違うね。前回 の企画から一発目の一発目です。これが企画内容となりますので、しかもレン君じゃないですかこれ。僕が提案させていただきました。ギリギリね、そっか、ギリギリ34になったやつ。ギリ34になったやつ、はい、これ見てください、はい、やりたくないじゃないですか。キナ肝試しやりたい。あれ今もまだ明るいですよ。ジミー君全然喋ってないけど、ジミー君闇鍋したいんです。あ、そうだった。闇鍋したいです。暗くしよう、暗くしよう。暗くしよう。できますから、ちょうどいいですよ。全然始まんない。始まんない。肝試しもしちゃって。始まんないですけど。はい、ワードルフの基本ルールなんですけども、はい、お題となる言葉が与えられます。ただし、一人だけみんなとは別のお題が与えられるんです。で、それを話し合いで、はい、決めて、うん、誰がウルフかっていうのを、はいはい、決めていくゲームなんですけれども、うん、まずはね、普通の通常バージョンで、ね、プラスアルファがないから、はい、ね、それでは皆さんのお手元にこれも見ていい、自分で見る、自分だけです、見ていいのか、はい、じゃあ見ましょうか、はい、おぉ OK です、OK です。確認しました皆さん。制限時間5分、はい、制限時間5分5分、はい、じゃあいきますよ、話し合い、用意スタート。これ声出しますよね、声出しますよね、声出しますよね。バイバイ、バイバイ、しょっぱなからミスっていくタイプ。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。俺なんすか。あ、はい、あもうあこれみんな好きだよねとかで入ればいいのに。そう、もうちょっと、ね、大きく言えばよかったの。これよくいつからやってたとか、うん、終了開始1分、はい、なるほど。ということで10秒ぐらいで、じゃあ投票で決めていきたいと思います、はい、指差しでいきますね。じゃあせーのでいきます。せーの。いや、苦しい。はい。なんでつまり、なんで無理やり感想だったな。はい、ということで、じゃあ皆さん、カード見せてください。ダンス、ダンス、ダンス、ダンス。結構ないんだ、ボーカルかと思ったんですよ。ラップ、ラップね。まあ、はい、同時に声出すんですよ。ということで、市民の勝ちです。6人の勝ちですね。まあでも、いい練習になりましたね。いい練習でね、これは普通のワードウルフ。これは本番はこんなもんじゃないですけど。誰が言ってるんですか、ね、まあまあまあ天然であれ出してくる感じ、ね、続いてはプラスアルファをやっていきましょう。じゃあね、英語禁止です。英語喋ったらオッケー、その場でビリビリペン。やばいじゃん、いかつい、そっちの方にいかついな、それきついな。ビリビリペンよいしょ。いや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 、無理やん、無理やん。なるほどね、うん、相手分からんな、これ。なるほど、開始、はい、開始、開始、開始。僕これ好きです。僕も好きです。俺も好きです。よく聞きます、当然。あ、よく聞きます。あ、これ攻めたね、攻めたね、攻めるね。よく聞く、よく聞く、よく聞きますか。いや、よく聞きます。曲、曲です、はい、うん、最近の曲、最近の曲、最近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 の僕、攻めてもいいですか。はい、これ、はい、これ決まるな。僕たちの楽曲ですよね。です、はい、イエス。あ、おう、え、どこさん、今どこさん、今英語聞こうじゃない、今。いやいや、どっちも一緒に言いました。じゃあ、せーの、せーの、うわ、ジュー、せーの、せーの、よ、一回、大丈夫、大丈夫、おうだぜ。いや、英語やろ。あ、二回、せーの。あ、いいリアクション。これね、親指がね、ほんとに親指くるよ、ほんとにね。話し合い開始。リスク攻めていいですか、僕も。そうです、ね、これ何時ぐらい聞きたいですか、時間帯。まあ夕方かな、僕は。おいつでも行ける、おいつでも行ける、ほんとに。僕もいつでも大丈夫、も大丈夫ですね、うん、朝ではないかなって感じ、俺は。あ、ほんとですか。有名な、はい、有名というか、キャッチ、あなんでできちゃうんですか、なんで、なんで。新しい、はい、スタート、開始。あ、すいません、本当にすいません、進まない、進まない、これマジですいません。あもっと痛いわ。やばい。じゃ僕も攻めさせていただきます。いっけー。この曲は結構明るいですよね。明るい、え、曲が、曲調が、はい、暗い曲がないからな。どうですか、鶴井さんは、明るいですかね。うん、どう、怪しい。だからさ、はいはい、明るいですよ。僕が攻めます。あ、お願いします。多分、はい、これで決まると思います。お願いします。はい、僕たちの代表曲ですか。うん、ね、代表ですか。代表です、代表。ちょっと怪しいので今怪しかったです。え、振り付けがあれ、すごく
印象的な。まあそうですよ。付けが印象的じゃない？そうですけど。楽曲の。楽曲の楽曲の。代表的。楽曲自体が代表ですよね。そうです。楽曲の代表。そうですよね。これはイーサ君、イーサ君、イーサ怪しいな。時間がね、気にしてますね。逃げ切ろうとしてる。夕方聞きたいんです。夕方聞きたい。よ、はい、はい、いいですか。いいですか。いや、僕結構何ですか。同じだなって思うところめちゃくちゃあるんですけど、鶴井君さっきからちょっと様子を伺ってる感がちょっとあるんですよね。あ、そこ？そういう感じ？まさかの？そうです。いや、だからちょっと焦って僕を攻撃してくれてきてるんじゃないかなっていう。鶴井さんのその曲はですよ、最近ではないですよね。え、一番新しい楽曲。あれ？あれ？合わせてんな？どちら？どちら？新しい楽曲ですし、はい、一番僕たちの代表曲。あ、そうですね。はい、そうですね。え、一番歌ってる？一番歌ってる？一番歌ってるし、一番歌ってます。一番、うん、話に出る。キャッチ、なんだ？はい、俺今日聞いたもん。今日も聞いた？まあ、聞いてましたね。今日聞いた。うん。あ、もうそれでしかない。落ちた鬼むず終了。これむずいな。これは僕分かりました。相手が分からんわ。じゃあ多数決取っていきますね。よろしいでしょうか。むずいわ。いきます、せーの。